今日はハイライト使ったカラーチャレンジしたいと思います。似合う感じで、はい、似合う感じでプロデュースさせていただいていいですか。わかりました。じゃあちょっとかっこいいの考えますね。はい、お願いします、はい。メンズです。はい、今日のモデルはさくやくんです。よろしくお願いします。はい、初カラーということなので、今日はハイライトを使ったカラーチャレンジしたいと思います。で、今の髪の状態なんですけど、もうめちゃめちゃサラサラの、バージンヘアですね。もう全然今まで染めたことがないようなサラサラの髪なんですけれども、結構もともと彼の髪質がだいぶちょっと赤みが少ないような髪色、アッシュベースの髪色をしているので、すごい綺麗な色が出るんじゃないかなと思います。この動画を見ると普段サロンワークの中で使えるアイデアだったりとか、イメチェンのアイデアになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。はい、よろしくお願いします。出てます。今日応募できてくれたんですよね。そうですね、 YouTube 見てました、はい、ありがとうございます。さてさて、今日どうしましょうか。今日はそうですね、バレイヤージュとかハイライトとか全部染めるんじゃなくて、一部染めみたいな、そういう感じでお任せしようかなと思ってます。ちなみにこれは今までカラーはしたことがないのかな、はい、ないですね。初カラーだ。はい、そうです。あ、気合い入りますね。はい、お願いします。ちなみにやりたい色とかは希望あったり、特にないので、あ、まあお任せで、似合う感じで、はい、似合う感じでプロデュースさせていただいていいですか。わかりました。じゃあちょっとかっこいいの考えますね。はい、お願いします、はい。ちなみにカットはどうしましょう。カットは今まあ大体こんな感じじゃないですか、うんうんうん、コンマバンクよりもちょっと落とし目みたいな長めで、ハーフアップな感じっていうんですかね、そんな感じでお願いします。なるほどね。じゃあ長さ変えないで、ちょっと質感とか雰囲気変えていく感じでいきましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、それではカラーしていきます。最初にハイライト入れるんですけれども、使うお薬はこちら、ミルボのハイブリッジです。結構リフト力が高いので、こちらでしっかり色を抜きながら、少しフレックス剤、混ぜて、ファイバーフレックス、こちらの方の1番を使って、少しダメージ軽減をしながらやっていきます。入れ方的には、ブロックを取って、若干、バイアススライス。で少しこうレンガ状にというか、下のチップと上のチップが重ならないように、ハイライトを入れていきます。はい、やります。
はい、それでは次オンカラーの方していきます。今、ハイライト入れたら全体こんな感じになりました。だいぶ変わってきましたよね。なんかこう綺麗に全体にムラなくというかまだらに綺麗にこうハイライトが入っているような感じです。で結構どういう風に動かしても均等にこうハイライトが入っているように、入っているので、ここから色を重ねていきます。使うお薬はこちら、ミルボンのアディクシーですね。アディクシーのペールラインの、ペールシルバーと、オルリーブの Q の、ブルーラベージュとクリア0番です。で比率は4対1対1で 3% です。で結構こう濁り味のないこのペールシルバーのこちら結構気に入ってまして、これでグレー味を与えながら、ただちょっと髪の毛の黄色みを少し、抑えて少しなんか寒色寄りな感じのグレーにしていきたいので少しブルーラベージュが入ってます。で意外に色が結構濃いので少し操作性を良くするためにと色の入りをコントロールしやすいようにクリア剤が入ってる、こんな感じでいきます。はい、で塗っていきます。
お疲れ様でした。こんな感じに仕上がりました。いやめっちゃ変わりましたね。だいぶ雰囲気変わったんじゃないでしょうか。横のアングルこんな感じです。全体に今回細かくハイライトを入れたので、かなりナチュラルにこう髪が動いた時なんかにもかなりナチュラルにハイライトが、重なって見えるので、すごく立体感があるスタイルになったと思います。で最初の時とパートも変えたので、少し前髪の立ち上がりがつきやすくなって、少しこうセンターパートとか少しパートを変えた時に立ち上がりがついて前髪がかっこよくなったんじゃないかなと思います。これから夏なんで、少しちょっとなんか夏っぽいスタイルになったんじゃないかなと思います。もしご機会があればサロンワークの中でも参考にしてみてください。この動画が面白かったらグッド評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またチャンネルの中でイメチェンにチャレンジしてみたい方、随時募集してますので、ぜひ概要欄の方からご応募してください。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。